皆さんこんにちは、みなみです。今日はなんとデカテクターを外して投げてみたいと思います。最近ちょっとメカを外して練習し始めているので、初めて動画撮りながらメカを外して投げてみたいと思います。ちょっとちゃんと投げられるかまだ練習中なのでわからないですけど、挑戦してみたいと思います。では行ってみます。ちなみに使用しているボールはこちらのプロトンフィジックスです。どんどんってちょっと7番ピンが残りました。ちょっとね、やっぱリリースミスがありますね。やった。またテンピンが残りました。ダメだ。すいません、ミスしちゃいました。倒れて、よっしゃー。やったー。よし。ちょっと 0.5 枚ぐらい右から。投げてみたいと思います。ダメだ。打ちミスした。やばい。ワンストライク。ストライクになりました。やったー。イエーイ。天秤残っちゃいますね。うわ、めっちゃ引っ張った。すいません。天秤が残ってしまいました。次こそは取りたい。これは取れたかも。よし、ありがとうございます。だからちょっと右に行ったんですけど、ダメでしたね。1本しか取れなかったです。
たけど戻ってきました。ということで結果は170点でした、はい、返品のミスが2回と4番7番の1本だけが1回あったので、それがねもったいなかったです。次は返品ミスとかイージーミスをなくして200アップできるように頑張りたいと思います。では今日も練習動画見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、高評価、Twitter、Instagram のフォローもお願いします。ではまた次の動画も見てください。ありがとうございます。